それでは各章を続けてまいりましょう。次は東部日本ダンス連盟優秀選手賞です。この部門では東部日本ボールルームダンス連盟が公認する5つの大会で特に活躍した選手が表彰されます。東部日本ダンス連盟優秀選手賞、まずはラテンアメリカン部門のノミネート選手をご紹介いたします。日野勇紀、天野ゆりかぬみ、神奈川選手権3位。
早川健志、吉住恵里奈組、全関東選手権2位。以上、東部日本ダンス連盟優秀選手賞ラテンアメリカン部門5組のノミネート選手をご紹介しました。それではもう一度全員で踊っていただきましょう。どうぞフロアへお進みください。種目はジャイブです。東部日本ダンス連盟優秀選手賞ラテンアメリカン部門5組のノミネート選手によりますジャイブをご覧いただきました。ありがとうございました。
続きまして東部日本ダンス連盟優秀選手賞スタンダード部門のノミネート選手をご紹介いたします。ルキナ・ツヨシ柴原マリコのみジャパンダンスグランプリ準決勝。今野哲也、井口香織組、全関東選手権2位。
橋イレップ組全関東選手権ゴン。以上、東部日本ダンス連盟優秀選手賞スタンダード部門6組のノミネート選手をご紹介いたしました。それでは全員でもう一度踊っていただきましょう。どうぞフロアへお進みください。種目はワルツです。ノミネート選手6組によりますワルツをご覧いただきました。ありがとうございました。さあ、それでは東部日本ダンス連盟優秀選手賞にノミネートされました選手の皆さんにステージ上に登場していただきましょう。
東部日本ダンス連盟優秀選手賞スタンダード部門にノミネートされました皆様には記念のトロフィーが選手会山本大輔副会長より贈られます。そしてラテンアメリカン部門にノミネートされました皆様には選手会末安雄一郎副会長より記念のトロフィーが贈られます。それでは大賞の発表です。まず東部日本ダンス連盟優秀選手賞ラテンアメリカン部門大賞は有馬直樹、若林明組です。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして東部日本ダンス連盟優秀選手賞スタンダード部門大賞は今野哲也、井ノ口香織組です。おめでとうございます。おめでとうございます。それではこれより表彰に移ります。大賞の2組には東部日本ボールルームダンス連盟副会長堀口史郎様よりトロフィーが贈られます。堀口副会長ありがとうございました。続きまして東部日本ボールルームダンス連盟興味部部長松浦孝俊様より副賞が贈られます。松浦清美部長ありがとうございました。続きまして一般社団法人日本社交舞踏教師協会会長奥村三郎様より副賞が贈られます。奥村会長ありがとうございました。そしてラテンアメリカン部門大賞の有馬直樹、若林明組には有限会社柳田ダンスウェア代表取締役柳田正弘様より特別スポンサー賞が贈られます。
柳田様、ありがとうございました。そしてスタンダード部門大賞の紺野哲也、井口香織組には有限会社ケント代表取締役戸所健一様より特別スポンサー賞が贈られます。戸所様、ありがとうございました。さあ、それでは東部日本ダンス連盟優秀選奨、まずはラテンアメリカン部門大賞に輝いた有馬直樹、若林明組に栄光のダンスを踊っていただきましょう。種目はパソドブレです。東部日本ダンス連盟優秀選奨、見事ラテンアメリカン大賞に輝きました有馬直樹、若林明組によりますパソドブレ、ご覧いただきました。続きまして東部日本ダンス連盟優秀選奨スタンダード部門大賞に輝いた紺野哲也、井口香織組に栄光のダンスを踊っていただきましょう。種目はクイックステップです。
見事大賞に輝きました今野哲也、井ノ口薫組によります栄光のダンスをご覧いただきました。ありがとうございました。ファンの皆様、これまで応援いただいた皆様へメッセージをお願いいたします。応援していただいた、皆様にはですね、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも応援のほどよろしくお願いいたします。皆様のおかげです。これからもよろしくお願いいたします。東部優勝選手賞を受賞おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ちをお聞かせいただけますか。地道に努力してきたものが実を結んで嬉しく思っています。でもさらに上を目指して、今年の私たちの目標はセグエ権の獲得をまずは目標にして頑張っていきたいと思っております。